公開の世界遺産はユネスコと自然遺産の諮問機関である国際自然保護連合がどこの国にも属さない公開における社会的環境の公共財、環境財としての自然環境や生態系を世界遺産として保護する方策を検討するため立ち上げたプログラムになる。2003年の持続可能な開発に関する世界首脳会議において2012年までに 国際的な海洋保護区のネットワーク構築が提唱され2010年の COP10 で採択された愛知ターゲットでは2020年までに地球上全海洋面積の10%を海洋保護区にすることを合意。国連の持続可能な開発のための2030アジェンダによる持続可能な開発目標では持続可能な開発のために海洋資源を保全し 持続的に利用すると定めた。これを受け IUCN は、グローバルマリーンポーラープログラムを立案し、主催する世界自然保護会議で、海洋保護区について、検討を開始。国際連合環境計画によると、海洋保護区は特定の国の領海、排他的経済水域内と公開部を合わせ、2014年時点では、ヨーロッパの面積に相当する3%までは、 達成したが、その後は思うように進展していない現実がある。ユネスコでは2009年に施行された世界海洋デーを前に2008年からワールドヘリテッジマリーンプログラムを指導してマリーンワールドヘリテッジの登録を推進しており、組織内に政府間海洋学委員会を持つこともあり、m a b 計画での生物圏保護区による海洋保護区制定も含め多的な検討に、 入ったが、制度的により厳正保護を求める、世界遺産での運用が望ましいとの方向性となった。また、生物多様性条約が制定され、自国領海内の深海域における微生物など生物資源の確保は確約されたが、公海深海の権益は確立しておらず、そこへ到達することができる国だけが利益を享受できる、格差が生じており、公平を期すための保護が求められ、 公開の世界遺産が一役買う可能性を秘めている。熱水ベントサルガス層の冬もユ,ユネスコと IUCN では5カ所の公開の世界遺産候補を示している。南極条約によりどこの国にも帰属しない南極大陸でも南極の海洋生物資源の保存に関する委員会が南極の湾などにおいて長らく海洋保護区制定を主張しており、 ロス海の海洋保護区化が決まった。この他南極では、スカルブスネスなど、海中の生態系を保護する体制づくりを研究者が求めており、公開の世界遺産化は有望視されている。一方でオーストラリアは、南極大陸の世界遺産化を独自に模索している。国際科学会議の海洋研究科学委員会がキュードノースを候補地に押しているほか、 前述の熱水噴出口に対しての冷水流出体の生物群集や民間の海洋調査団体シーダムインターナショナルが世界7大水中景観の一つにエクアドル沖の熱水噴出口を選ぶなど深海を含む航海への関心が高まっている。現在、アイルランドが19世紀に付設された大西洋横断電信ケーブルを暫定リストに掲載させるべく準備している。現状では バレンシア島にある陸上の施設や記念日以外にカナダのニューファンドランド島側との共同推薦を目指し調整中だが海底ケーブルそのものを構成資産とした場合大西洋の海底という公開を通過することになるそもそも世界遺産はユネスコに加盟し世界遺産条約を締結している国家が自国内で 管理可能な遺産候補を推薦することが前提で、あるが公開の遺産候補を誰が推薦するのか、世界遺産条約を改定する必要にも迫られる。世界遺産委員会での本審査前に、諮問機関による現地調査が行われるが、深海など調査員が簡単にはたどり着けない場所への視察方法とその費用負担先の問題。ありがとうございます。